ようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペル風の響き7週をご紹介したいと思います。今日のパーソナリティはまどかとまさこでお送りいたします。今日はですね、感謝が出てくる曲特集の3回目になります。最初の曲は作詞作曲前田麻布さん、ハレルヤアーメンを聴いていただきます。ハレルヤアーメンを聞いていただきました。ところでですね、今日はですね、なぜか好かれる人っていうのをネットで見つけたので、まあ、それに交えて話をしたいなと思ってるんですけど、まさこちゃん、はい、なんかありますか？さっきですね、まさこちゃんとちょっと話したんだけど、子供の頃はまさこちゃんはなんか今と違ってたっていうことなんですよね。今どういう太ってた。もう私こう人付き合いにすっごい苦手だった。じゃあ全然違いますね。それでこうね、人と話すのも苦手だったから、なんかいつもこうおどおどしたなんか暗い子だった。全然今と違う、逆真逆じゃないですか。ねえ。私はですね、子供の頃ですね、女優とか歌手になりたいな、あと漫画家、漫画家になりたいなと思ってたんですけど、女優とか歌手っていうのはね、早くも挫折してですね、漫画家一本になったんですよ。どうして挫折しちゃったの？下手だってよく分かったから悟ったんです。じゃあ次の。言われちゃったんで。いやいや、自分でね。でもね、いつだったかな、中学の時かな、私、家で、帰ってきて、学校から帰ってきてね、確か土曜日だったんだけど、家でですね、食事を作りながら、でっかい声で歌を歌ってたらね、妹の友達がなんか、妹に会いに来てて、私の歌声が聞こえるから外でずっと聞いててね、でうまいなと思ってずっと聞いてたって言われたけど、ほらまどかさん一時シャンソン歌手って言われてたから、あれはね、大間違いなんで、昔でもグループ作って歌ってた時期もあったんですけど、皆さんご存知なんじゃない？一番苦手ですよ、歌を歌うのがね。はい、じゃあ次の曲をご紹介いたします。乃木高雅さんで喜び叫ぼうを聴いていただきます。最初に向かって歌おう、喜びを持って歌おう、溢れるばかりの感謝を持って、見舞いで喜び叫ぼう、ハレルヤ、主は大いなる神、すべてに勝って、大いなる王、ハレルヤ、主は救いよの僕らを作られた主の御前に喜び叫ぼう。
喜び叫ぼうを聞いていただきました。ところでですね、そのなぜか好かれる人っていう中にですね、何事にも真剣に一生懸命取り組むっていうのがあったんですけど、でもそういうのいいですよね。そうそうそう、やっぱりこう一生懸命さって、私ね最近ちょっと感動したのがあるんですよ、今若手のね、まあ、2010年以降に出てきたお笑い芸人のことを第7世代って言うんですけど、その第7、そうそうそう、第2第3じゃなくて第7なんですけどその第7世代の人たちがね、この夜中にですね、その大食いの、まあ、お丼にいろいろ入ってるのに挑戦してるっていうのがあるんですね。で、普通今コンテストじゃなくて、普通コンテストは一人で食べるじゃないですか。それはね、各グループで2人だったり3人だったりで、共同でみんな責任を持って食べるっていうのなんですけど、普通の人だから食べられないんですよ。で、私だってね、まさこちゃんよりはたくさん食べるけど、でも2人前は無理ですよね。 1.5 人前ぐらいなら食べられるけど、それがですね、お相撲さんでも食べられないような量なんですよ。それでね、それを真剣に、まあ、テレビにこう出させていただくというので真剣にグループで取り組んでるんですね。で、あるグループがね、もうお腹入らないって、もう涙が出てくるぐらいに苦しいって、もう本当にこの厳しいっていうことを言いながらね、でも考えてみると、ついこの間まで自分たちはこの食べるものもなかった、で、そしてやっとテレビに出られるようになったからね、これは本当に感謝だってありがたいって言って、もうとにかく、ね、そうそうそう、年齢長かったんでしょうね、そうなんですよ。だからそれをね、なんとかして食べ尽くそうっていうので、この頑張って食べてるのを見てですね、かなり感動したんですよ。でもどうなんでしょうね、ほらなんかパーッとこうスターになってね、そういう方もそういう実力がおありになるんだと思うけど、こう下積みでこうね、何年もっていう人の方がなんか輝いてるっていうかな。そうですよね。そういう人たちがこの世の中で出てくると嬉しいですよね。突然にバンと出てきたんじゃなくて、こう長くこの苦労してきた方々が出てくるっていう、その仕事も、応援したいっていう、そう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 、一生懸命だっていうのを見てですね、ちょっと感動したんですよ。あ、なるほど。はい、じゃあ何事にも真剣に一生懸命、私たちも取り組みましょう。はい。じゃあ次の曲をご紹介いたします。佐藤翔子さんで、イエス様ありがとうを聞いていただきます。様ありがとうを聞いていただきました。ところでですね、この好かれるタイプというのは忍耐強い人も好かれるタイプに入ると思うんですよね。それで私はちょっとやはりまた自分のことで感動したことがあるんですけど、4年前にですね、木工バラを植えたの、うちの庭にね。で、左右に一株ずつ植えたんですよ。で、それがですね、2年目はかなり大きくなったんだけど花が咲かなくて、去年3年目だったんですよ。それでも花が全然咲かなくって、それでもお友達にね、もう今年咲かなかったらこう切って別の花を植えようとか話してたんですよ。でも私もいつ切るかいつ切るかと思いながら考えてたんですね。そうしたらですね、夏になったら両サイドに
あの、一箇所ずつ花が咲いたの。で、本当に一箇所ずつなのよ、左右に。それでびっくりしてですね。そうなの。それでね、あ、これはね、切るなっていうことなんだろうなと思って、それでも切らなかったんです。本当は去年切ろうと思ったけど。それで切らないで、このいたら今年はですね、満開、超満開。だから何でもね、忍耐して待つっていうのが重要なんだなっていうことを改めて思いましたよ。そうですね。だからやっぱりね、せっかちダメね。そう、私せっかちだからラーメンの3分が待てない方なのね。だから忍耐お互いにですね、持ちましょう。そうですね。はい、じゃあ次の曲を聴いていただきます。イスラエル右屋さんで Rejoice Always を聴いていただきます。Rejoice Always を聞いていただきました。それでですね、あの今年あのこの間先週かな、あのものすごい風と大雨が関東にあったんですよ。なんかね、すごい春の嵐でした、ね、うん、そうそうそう。それでね、うちの庭が、まあ、あのフェンスがいろいろ木のフェンスが立てかけてあるんですけど、それがバキバキっと折れて倒れちゃったんですよ。それで次の日にね、朝一生懸命、まあ、釘を打ってたら、お隣、うちのお隣はあのベトナム人とフィリピン人に挟まれてるんですけど、そのベトナム人の、そうそうそう、そのベトナム人のお父さんがね、すごいこう人懐っこくって、いい方なんですよ。いつもお庭に出てて花を見てる方なんですけど、その方が出てきてね、それであの言葉が全然わかんないから、日本語も英語もできないから、でその方がですね、あの自分がやってあげますって 手でいろいろこう教えてくださって、それでじゃあお願いしますって言ったら、あの金槌持っていろいろやってくださってね、で今度金槌手でね、こう回すような形をされたんですよ。で、あ、これはドライバーだなっていうので、またドライバー持ってきたりね、でこう 手でいろいろされるの。それで、あ、これ次なんだろうなと思って、でそれであの全部それを修理してくださって、でそれが修理してくださったから、今年咲いた木工バラもね、このあの倒れずに折れずに、あの全部綺麗に今満開で咲いてるんですよ。まあ、ね、とっても素敵な人なんですね。だからね、あのまどかさんと同じぐらいの感じ、うーん、多分同じ年ぐらいかもしれないと思うんですけど、本当に感謝だなって、人懐っこつっこい方でよかったなと思いました。はい、ね、とても人付き合いのね、いい方なんですね。はい、はい、じゃあ最後の曲を聴いていただきます。作詞作曲イスラエル右屋さん、佐藤翔子さんでカンカン感謝を聴いていただきます。おー、感謝せよ、すべて。
サンサンサンにを捧げよう。カンカン感謝を聞いていただきました。それでですね、やはり好かれる人っていうのは何でも感謝する人っていうのも入ってるんですよ、ね、そうですよね。こう周りの人にこう感謝するね、感謝を伝える人素敵ですよね。感謝、はい、はい、最近私ちょっと感謝してるのは、今、ね、外に出ないでくださいっていろいろ言われてるじゃないですか。あ、それで外出自粛ね、で教会もオンラインで礼拝してるんですけど、祈祷会とかやはりこう LINE でやってるんですよね。そうそうそう。あと進学校の授業とか、ね、まどかさんと私たち LINE、そう、顔見ながらやってるんですけど、こういうですね、文明の利益というかですね、こういうのがあって本当に感謝だなと思って。平安時代はなかった。そうそう、平安時代はですね、お手紙のやり取りだけで想像の世界なので顔見たらもう逃げちゃうかもしれない。でも私もね、なんか、あれじゃない、LINE でこうね、昨日もそうでしたけれども、皆さんでこう、お祈り、はい、とか LINE すると、ああこの方も元気でよかったって。そう、だから祈祷会が昨日も50人近い人が参加してたじゃないですか、うん、それでね、声聞くと、あ、ダイダーさん元気だなとかね。で、少人数だと顔見て、映像を見ながら授業とか、進学校の授業とかやってて、で、それもですね、あ、元気そうでよかったと思う。進学校もね。うん。だから、LINE とかね、いろいろインターネットの働きっていうのがあって、本当に感謝だなと思うの。それがなかったらね、やっぱり大変だったと思いますよ。そうですよね、うん、こうしてまどかさんのお元気な顔もまた見れたし、そうだからまどかとまさこも LINE とかインターネットがなかったらできないですもんね。ねえ、できないですもんね、うん、私まどかさんのとこ埼玉まで容易に行けない。私も横浜まで行けない。でも埼玉と横浜でこうやって同時で ね話しながら収録できるから、うん、本当に感謝だなと思います、ね、嬉しいですね。はい。皆様、いかがでしたでしょうか。ゴスペル風の響き、まどかとまさこのホットなひとときでは、皆様の励ましやご意見をお待ちしています。ホームページにあるアドレスまでぜひ、お便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティは、トゥルーバインの皆さんです。それでは、さようなら。